HP カラーレーザージェットマネージド MFPE8 シリーズのトナー回収ユニットの取り外しと交換パッケージから新しい TCU トナー回収ユニットを取り出し後で使うビニール袋とプラグを平らな面に置いておきます新しい部品を平らな面に置きますこの時トナーの開口部が上を向いていることを確かめてください HP カラーレーザージェットマネージド E8 シリーズ MFP の正面ドアを開きますトナー回収ユニットの左右にあるリリーースタブを押しますトトナー回収ユニットの上部にあるキャリーハンドルをつかんでトナーがこぼれないようそのまま傾けずにプリンタからユニットをゆっくりと取り外します。取り外しの途中も後も倒したり傾けたりしないでください。またトナーの開口部を下に向けた状態でユニットをどこにも置かないでください。トナーがこぼれて床や衣服が汚れ掃除もかなり大変です。 トナーの開口部が上を向いていることを確認し、プラグをポートに差し込んでから、古いトナー回収ユニットをビニール袋の中に入れますトナーが漏れないようにバッグを閉じて密封します可能な場合は、TCU をリサイクルに出すことをお勧めします新しいトナー回収ユニットのハンドルを持ち、直立状態を保ちながら プリンタにスライドさせますユニットが所定の位置にロックされるまで、しっかりと押しますカチッという音がしてタブが収まり、ユニットがしっかりと取り付けられたことがわかります正面カバーを閉じます